順に包囲されています。なんですか、吉田様は必ずお守りします。みやこ、みんな頑張ってね。待たせたな、雇われ助っ人、裏人石川五右衛門。忍法を使って織田軍を追い詰めるぜ。徐々に包囲網を切り崩せ。戦端を開いている味方を援護し前進だ。見ておれよ、ムネム。我が輩の悪が信長の内臓をえぐる瞬間をな。やっぱ信長に従う気はないのか、松永殿。お宅には世話になってる。付き合う。レモン。救援に応戦したい。おお。織田の主力が閉じ込められた。あの女もなかなかやる。敵将撃ち取ったり。物騒な奴らが近くにおるぞ。どんだけずる守備なんじゃ。ざるに決まってるじゃない。だってね、寺の近くに伏兵か。敵は実に用意周到ですね。しかし義明様の滞在している場所をなぜ三好たちは知っていたのでしょう。実に奇妙。手引きをした者でもおるのかな。将軍の警護には少数の兵しか残さない。まさに襲ってくださいと言わんばかりだ。そんなところの守備を任されるとは信頼されておる。信長様のご期待に応えるだけです。急げ。諸君、言いたかったかね。実に結構。さて、美女さんのためもう一働きしに行くぜ。美女のためならどこまでもってね。サイカマゴイチ、華麗に参上。さて、義明の頭、ズドンと行くぜ。危機を脱したばかりだというのに、サイカ州の大軍勢に襲われると。光秀殿、大丈夫さ。まだ兵たちの気力は尽きていない。風穴開けてほしいのか。そうじゃなかったら、ドキだ。美女の前でヘラやらかしちゃった。かっこ悪すぎだろ、俺。
加え、簡単を禁じ得ません。敵将撃ち取ったり、こっち。運命だ！
ご愁傷様。ダメだ、勝てません。ご長女様、すみません。引きます。開門。撤退だ。この兵力差を覆すとは、信長はやはり恐ろしい男だ。信長様のお力があれば、きっと戦なき地平も。私を置いて逃げるな。情けない男たち。暗闇に潜むネズミのようだ。やられた諸君、言いたかったかね。戦局が変わり、我らは義明様を守りきることができた。え、全ては信長様のおかげです。信長のおかげ。つまらん。信長の取り巻きは実につまらん。